とう。あ、そういうことか。あ、トール、今日こそお前を連れ戻。消え去れエルマ。小林さん、私はわがままなんですよ。それでも結構抑えて我慢して、なのにひどいじゃないですか。私だって頑張ってたくさんたくさん褒めてもらって、ちょっと頭を撫でてほしいのに。トール、私は求められるのに慣れてないんだ。今までそんなことなかったから、どうしていいかわかんないし、人間関係煩わしいって思うことも多くてさ、自分なりに距離取ったりしてね。友達はいたけど親友はいなかった。ほい、いや、あの、これ以上分かりやすくはできないよ。刺して刺して。はい、頂戴します。